あ、それでは続きをやっていこうと思います。ということでこんな感じでもうね晴れてしまいました。どうでしょうか。超かっこいいね。いいね。めっちゃかっこいいよ。もうこの時点でかっこいい。いいね。でまあね、気になるところ等をねちょっと説明を軽くと思うんですけれど、まずここですね。ここがねやっぱり気になったんじゃないですかね。作られた方、ここどうやって貼ったのって、もう鍋さんこれ先につけちゃったじゃんとね。本当はここのねやつが1枚でこうねつながってるタイプのデカールで、後からこのパーツをつけるよっていう感じになってたんですけど、じゃあどうやってつけたのって、切った、ここね、ここからこうプチッとこう切って、で余りをこっちに貼るみたいな感じでやりました。まあ実際にこうね台紙からそのサイズに切って当てがってみて、ああここの辺から切ればいいんだなって言って、当てずっぽでピシッて切って、ほんでねっていう感じね、うまく収まったっしょ、ほら繋がってるっしょ、ピッピッピッとこう、ね、いい感じにね、自然自然自然ね。デカール貼るの好きなんすわ。こういうの考えながらやって綺麗に貼れた時のさ感動がパネ、いいね、超楽しいという感じで貼っていったんですけど、ほとんどのデカールがこれで貼りました。もうゴーリキさんですね。まあこっちのソフターでもねいいんですけど、不慣れな方はこっちからやった方がいいですね。なぜかっていうと、こっちは、まあ、前回もねお話ししたんですけど、ゴーリキという感じでね、めっちゃ強力なやつなのですぐに柔らかくなっちゃうんですよ。で伸びるような感じで溶けるような感じになるので、ってなるとさやっぱりよろしくないじゃない。不慣れなうちにうまくこうポジションが決まらずにやってたり、どん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 でも溶けていっちゃう、ああっていう風になっちゃうとね、残念なことになっちゃう可能性もあるので、それを考えるとゆっくりね自分を貼りたいよという場合はこっち、もう俺は慣れてるからもうスピーディーにやっちゃおうぜみたいな人はこっちの方がいいと思う。こっちの方が確かにスピーディーでした。まあね、鍋さんこういうのね得意なのでね、好きなのでもうなんかこっちでチャッチャカチャッとハタタタッとやっていきました。まあなんだろう、いつも言うこと一緒なんですけど、慣れって大きいんで、そんなにね急いでやる必要はないと思うので、のんびりやりましょうということでですね、今回はねこのちっちゃいスポンサーデカールとかねとか貼っていこうかなと思います。で、まあいいや、これ貼っちゃおう、先に切っちゃったから。これなんでこれから貼るのというとですね、重ねるところがあるからですね。これを貼って、まあ、先にねできるだけ乾燥をねさせておいてあげたいというね、私の気持ちでございます。先に貼っておいて、この上にまだねゼッケン番号をね貼らないといけないよね。チャポンとつけて、カメラ映ってないね、チャポンとつけて、で水あげ、ヒュッヒュッ、天空落とし、んそんな名前だった気がする。で置いて、でいつもの通りマークセッターでよくフリフリして、でまあね貼りたいところにこうやってちょぽちょぽちょぽとこうねつけてあげて、あれだね、車のカーフィルムを貼るのと一緒のような感じだね。中性洗剤とかシュッシュッシュッって吹きかけたりして、そのフィルムとガラスの間に膜を作ってあげるみたいな、膜？うん、なんと言いましょうか。そんな感じでやって、これをピッとピッと、うん、ピッとやってあげると、今このねデカールとねボディと隙間ができているので、こんな感じでつきますよと。でこれどうやってつければいいんだろう、位置関係が分かんねえな。ここにこうなってるか、この辺かな、ここの膨らみを避けるような具合でいいのかな。今ね何気にね Google 画像でね見てんのよ、見てんだけど載ってないのよ。まいっちゃうね。なんかいいポジションのデカールないのかな、デカールちょっと画像ねえのかな、見ても載ってねえ。だけどなんかギリギリ推測で貼る感じだとこの辺だね、ここの R にちょっとこうかかってる感じになってるね。あ、鼻がもぞもぞする、くしゃみ出る、くしゃみ出る感じ、こんな感じでどう、
ちょっと斜めってんだよね、ゼッケンがね、気持ち。まあ、ここのラインにこう合わせるような感じになってる。で、ここで、ちょっとね、一旦ね、綿棒を湿らせてあげて、で、絞る。あは、あはは。ずれたよ。こうして、こうだね。おっと。こうやってね、貼って、ちょっと軽く絞るように。ね、こうやって、ねって。で、その後ね、私の場合はこのね、剛力さんが大好きなので、剛力さんで、ビチャッとつけてあげる。と、柔らかくなるけど、ね、さすがに剛力さんでもそんなすぐのサーのサーで柔らかくはならないので、あ、しかしこの匂いね、苦手なんだよね。この剛力さんの匂いというよりも、この、なんて言いましょうか、そのね、軟化剤の匂いっていうのがね、あんまり得意じゃないんだよね。ちょっと臭いけど、能力が高いので私は使う。はい、できました。どうすか、ほら作業性がね、いいのよ、ゴリキさんは。なかなか仕事ができる子でね。ほら、できたね、綺麗に貼れた。いいんじゃない、ここのね、 R にも負けず綺麗に貼れました。馴染んだ。で、すぐのすぐにね、ここに24番っていう数字をね、貼るのはやめておいて、これがね、またしっかり乾いたら、まあ、例えば明日とかね、一晩置いてちゃんと乾いたなと思ったら次を貼っていくという感じでやっていくといいんじゃないのかなと思います。で、やりたかったのはこれですね。ここのね、ダクトのこの部分、これ他のデカールとね、で、ここの今もうカーボンデカール貼ってあるこの上に貼ることになるのでね、そちらまではね、ちょっとね、お見せしておこうかなって。こんな感じですよと。いや、こんな感じですよ、もう何もね、別に普通なんですけどね。でも、このね、デカールを貼るときもちょっとね、ディテールアップパーツがある場合はいろいろね、気使っていかないと、本当に貼っていいのかとか、向こうに付属してるやつがあるんじゃないかとかあるので、ちょっとね、その辺はね、気をつけてね、確認しながらやっていくといいんじゃないかなって思います。ということで、こちらをちょぽんと。で、ここもね、ディテールアップパーツについてたデカールをね、これ貼ってあるので、これこの真ん中のところにね、 M8 みたいなことが確か書いてあったと思うんだ。ディテールアップパーツの中にこれが入ってた。ああ、そうだね、入ってるね。ほわっと、これですね、ね、 M8 の GTE って書いてある。ちっちゃくて見えないね。しかも水色に白だから余計に見えないわ。まあ、それをね、後で貼るよと。デカールの上にデカールを貼るという感じになっております。でも、これはね、しっかり乾いているので、これの上にもうね、平気な感じでここをチューッと、こう、まあ、普通にいつもの感じで塗っちゃって大丈夫なんで、まあ、かといってね、いつまでもゆっくりやっとるわけにもいけないんでね、まあ、浮いてきちゃうとかそういうことはないと思うけどね。もう裏面はね、しっかり乾燥してくっついちゃってるので、浮いてくるっていうのは、そんなにね、そんなに、あくまでそんなにだよ、そんなにはないので、あー、難しい。こんな感じ、あー、外した。こんな感じでうまく貼れない。貼り直し、モールドにね、合わせて綺麗に貼っていこうかしらと。こんな感じで、ああ、こっちだったで、絞る。軽く優しくね。シルバー系っていうのはね、結構貼るのがちょっと感覚が若干違うかな。どうかな。
なんかね柔らかいのよシルバー系って。なんだろうねこれ、分かんないんだけどね理由とか。なんかねやってる感じメタリック系のこのデカールって柔らかくてなんか薄く感じるのよ。だから軟化剤はねできるだけ使いたくないんだよね。多分そのカラーの成分的なものでだと思うんだけど、なんかね柔らかい。どうです？ほらで真ん中抜けてるからね非常に貼りにくいのよ。でこんな時は筆ちょん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 と、こんな感じでシワを取っていってあげましょう。シワを取りつつ水も取りつつ、水が取れんなここ。うにゅ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 、なんか柔らかすぎてやりづれ。今軟化剤をすごいつけたい気分だけど、おおびっくりした。ああなんでもない、 LINE が来てた。あーやりづらいな、すごい貼りづらい、柔らかすぎて。何ってこの細いところがねうまくシワが伸ばしにくいのよ。優しく優しくこう、優しくね破らないようにね、優しく優しくじわじわとこうシワを取っていくような感じでね、やっていけばいいんじゃないかな。ギュッと押さえ込んだりするとね、そのギュッと押さえたのがねシワを作ってしまったりするのでね。シルバー綺麗だね。カメラ越しに見るとすごいシルバーが綺麗だな。まあ実物も綺麗だけどね。で見てやっぱり余白の部分がちょっとこう浮いちゃってね、こう分かるかな、こんな風になってるの。これの処理も後でね乾いてからやった方がいいので、今強引にやろうとすると周りがまだねしっかり密着してない状態でやるっていうことになっちゃうんで、そうするとね持ってかれちゃったりするんで、乾燥してしっかりくっついてから作業しましょう。ここね早く直したい気持ちをねぐっとねこらえてですね、我慢して後でやりましょう。いいんじゃない、ほらかっこいいね、ピシッとしてるね、いいね。俺とちゃんと掘っといてよかったね。もうちょっと上でもよかったかな。こんなもんか。まああんまり深追いするのはやめよう、ね、失敗こいても嫌だしね。下の方が少しシワがあるな。優しくだよ優しく、本当に優しく、全然力入れてない。よし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 、ほらパキッと。で他のところデカール貼るのにこう触っちゃったとかいう風になるとね楽しいことになっちゃうので気をつけましょい。またブラインが来た。いっぱいあるね、楽しいね、いいね、すげえ好き本当こういうの貼るの。どこ貼ろうか。もう今もうねちょっと12時回っててまだお風呂も入ってないから、明日仕事だからさ、そろそろちょっとお風呂入らないといけないから今日はこの辺にしようかなと思うんだけど、時間的にもう一個ぐらい貼ろうよ。まあ問題だったのがねこのモチュールのマークの位置が違うっていうね、それだけせめて貼ってやめようか。モチュールの数字2番を貼れってなってるからやっぱこれでいいんだな。このモチュールの字がさ、位置がね説明書と実写と全然違うので、ちゃんと正しいところに貼りましょう。これね視聴者さんがね教えてくれたところですね。あそう、最初に説明したところも視聴者さんがね言ってくれたところですね。ここね、これ後で貼った方が貼りやすいですよっていうのね、ありがとうございます。言ってることがすげえ分かりました、
でこのモチュールもね、そのさっき言ったね位置が違うんでね気をつけてくださいねって言ってね、優しいわ商社さんが、マジで優しい。でもほんとさ、商社さんマジで優しいよね。まあこの前もその話したけどさ、すげえいつも思う、なんかマジでね、なんか変な人いないからさ嬉しいわ。まあ逆だよね、変な人は見ないからね。変な人は見ないって言っちゃいかんな、なんか違うな言い方が。ね、ナミさんのこと嫌いだったら見ないからね、別に好きでもねえしっていうね。いやいいんですよ、嫌いじゃなきゃ見てください。好きなら見て、好きでも見てください。嫌いなら見んけえもんね別に。自分だってなんか YouTube 見るとき嫌いな人の動画なんか見ないしね。はい、ペタッここですよ。ここが正しい貼るところですよ。でこれも位置関係はちょっと気をつけないといけないですね。ここの角がだいたいここのボンネットの内側に入ってるよみたいな感じぐらいかな。で上のこの辺ぐらい、ここのねダクトの部分のギリギリぐらいになってて、でこの下のところっていうのがここのね膨らんでいる部分のこの延長状のところに角が来る、この辺の感じかな。だけどこれでももうちょっと下がいいかなって思うんだけど、もうちょっと下がいいかな、この辺かな、こんなもんかな、これ分かんないんだよねこれ。一応ね結構ね調べてんの、これでも合ってるかなって。なんかでも一応ね画像検索したりするとミニカーが結構出てきたりするから、もうこれはミニカーをねモデルにするか。あ、今実写のね画像見てるけど、実写の画像見るとこのモチュールっていう字もうちょっと大きい気がするんだよな、デカールが。この辺でいいか、正直わからん。もうちょっとこうかな、もうちょっとダクト寄りな気がするんだけど、皆さんみたいにでっかいモニター持ってないからさわかんねえね。でもね最近思った、なんかあるじゃない、動画編集する人とかなんかそういうパソコンで作業する人がさ、モニター2個とか3個とかさいっぱい持ってる理由すげえわかる。今動画編集やってるともう1個欲しいもん、今できれば同じサイズ、大きいのが1個あればいいっていうわけじゃないんだよね。やっぱりこう右左で分かれてるっていうあの使いやすさっていうのはさ、あのね2つあるとなんか見た目的にかっこいい、憧れるわみたいな、そんなんじゃなくてね、実際にねやっぱりね必要なんだよね。あれ作業性が全然違うと思う。動画編集やっててもう1個モニターあったらマジで楽だよなと思うもん。素材を引っ張ってくる時とかなんかそういう時とかね、管理するとか。やっぱりあの皆さんね、あの作品画像投稿とかやってもらってるじゃないですか、あの応募してくださってるね、ああいうのとかもやっぱり管理がし、管理っていうかこう入れ込みしやすいんですよね。あ、ちなみにこの手、これ血じゃなくてハーマンレッドね、よいしょ、怪我してるわけじゃないんで、ね、ハーマンレッドがついてるだけなんでね、はい、できた。こんな感じだと思う。今実写の画像を見てるけどめちゃかっこいいなこれ。あれちょっと待って、やらかした俺、うわやらかした。あーそうですか、やべえもん見ちゃった。いや見ちゃかんかったな、貫くかな、どうしよっかな、貫くか。あーこれ言わなきゃわかんねえよな。いや分かる人は分かるって。あー気づいちゃった、気づいちゃいけなかった。皆さんのために言っとこっか、あの以前話したさ、ここなんで黒に黒なのって。それは使い回しっていうのもあるから多分あると思うので、ここもそうなんね、カーボン貼ったので、でもう一箇所今カーボン見つけちゃった、実写で見ちゃってるから、実写で見ちゃってるから今目の前で、これどうしよう。これね言ってみれば天井これ貼るとおかしいなとか言ってたじゃない。だけどこれってカーボンで表されてるんだ、ディテールアップパーツだと。だからカーボンにしたのよ、これとこれで。今気づいたの、これもカーボンなんだよ。だからこれがさ、ここにこう来るの、こういう感じでカーボン調が
ただ残念なことにもうカーボン調のデカルがねえの。なんてこった。カーボン調で余ってる材料っていうのがもう今このぐらいしかないの。これとこれぐらいしかもう余ってないの。パターンがこういうパターンで合わせればなんとかなるかもしれないけど、賄えるか。賄えないよな。ちょっと足りないよな。こう向き、パズルだよね。もうこうして賄えた。いやでもこれ無理があるわな。絶対さ、ボンネットって一番目立つところだからさ、このパターンがうまく合ってなかったりすると目立つのよ。どっかいい切れ目ないな。あのさ、かっこいいんだってこれ。そのこれがカーボン調だと、これな、ディテールアップパースでカーボン調で出てほしかったな。まあでもこれ貼っちゃったからもうね、結構厳しいんだけどね。ここの部分をまた切り取って、まあそういうことも昔やってたのよ。あー貼り忘れたと思って、だけどゼッケンも貼っちゃったしみたいな感じで、こういう風にさ、うわー気づいちゃった。今気づくか。だけどデカールドの道なかったしな。知ってればもうちょっと計画的にできたかな。いやそんなことはねえな。まあというね、皆さんね、もしこれね作られる方いらっしゃいましたらね、ここカーボン調になってるので、いやカーボン調じゃないな、ないけどね、鍋さんがこういう風にしたから、じゃあ自分もこうやってやろうと思ったら、ここも やってくださいね。もう鍋さんちょっとこうね、やるデカールのあの余白分がないので、今のね鍋さんのこの考え方と一緒で、ここをねカーボンになってるからここカーボンにしようとかさ、こういう風にやる場合はね、やらかした。だからここもここもこう黒なんだ。あーショック、結構ショック。まあね、皆さんやられる場合ね、参考にしていただければと思います。これ切って、これ貼っちゃうか。これ賄える、賄えない。あ、お行こうと思えば行けるか。行けそうな気がする。これちょうどこのね裏に来る部分なんだ。あのなんだろう、そのディテールアップパーツの裏面、裏面というかここに貼るところのパーツだから50番だから、ここ見えなくなっちゃうからっていう風にしちゃえば関係ない。だけどこの22番っていうのは表から見えちゃうからね、ここは必要になってくるじゃないですか。だけどここ見えない、そうここ見えないから、ここを使ったのよ。ここの天井と後ろのリアの部分っていうのは、ね、大きいから十分できるなって。で50番もでもまあいいやと思って、ただこの後ろのディフューザーの部分っていうのは覗き込めば見えちゃうから、これ覗き込めないからさ、これの2箇所は。それでいけるんじゃね。ねやっちゃう。動画にはしないけど、なぜかめちゃくちゃ時間かかると思う多分。そうか、そうだったのか。そうだったんですね。まというねこともトラブルもありつつ、まあゆくゆくやっていこうかなと思います。そうか、そうだったのか。だけどそうだね、やっていこう。なんかやりたくなっちゃうと、こことここまでやってやるだったら、やっぱりこういう通りでやっていきたいよね。そうか、考えが甘かったな。確かこの辺の細かいやつはね、ディテールアップパーツの方にね、カーボン調になってるやつがこうで、ね、いろいろ入ってんだ。こういう風にこうね、目とかさ、いろいろね。ふん、鼻息荒くなるわ。ふんふん。ということでどうでしょうか。ここまでついに進みました。またねちょっとここからね、あのごちゃごちゃとやっていこうかなと思いますのでね、また見ていただけたらなと思います。ということで、なんだかんだ長い動画になってしまいました。すいません。ということで今日はこの辺で、だんまた。